ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの奴隷船。ゾング号事件からインスピレーションを得て、海に捨てられた奴隷を描いたもの。ゾング号事件とは、1781年に、イギリスの奴隷船ゾング号の船員が、アフリカ人奴隷を船から海に落として死亡させた事件。この事件で、奴隷合計132人が死亡した。ゾング号が運んでいた奴隷には、保険がかけられており、 ゾング号の所有者は保険金の支払いを求めて裁判を起こした。ゾング号側は水不足が原因であり、奴隷の全滅を防ぐために衰弱した奴隷からなけにを行い処分したのだと主張したが、最終的に水不足については船員の過失が原因だと判断されゾング号側が敗訴した。だが船員が殺人罪に問われることはなかった。この事件はイギリスにおける 奴隷廃止運動に影響を及ぼし、1788年には奴隷貿易を規制する初の法律ドル弁法が制定された。ゾング号事件とは、イギリスの奴隷船ゾング号で船員がアフリカ人奴隷を海に捨てて死亡させた事件である。1781年11月29日から合計132人の奴隷が死亡した。この事件は、 奴隷貿易の恐ろしさを示す実例として扱われ、またいくつかの芸術作品や文学作品の題材となった。リバプールを拠点とするグレグソンら奴隷商人の集団はゾング号を購入すると大西洋奴隷貿易に使用した。奴隷442人を乗せたゾング号は1781年8月18日にアフリカのアクラを出港したが11月末に ジャマイカを別の島だと誤認して通り過ぎてしまった。その後、ゾング号の船員は11月29日から数日間にわたり奴隷を海に捨てて死亡させた。12月22日にジャマイカのブラックリバーに到着した時には、ゾング号の奴隷は出港前の半分以下208人しか残っていなかった。船の所有者は奴隷に保険をかけており、 奴隷の全滅を防ぐために一部の奴隷を投げに、つまり海に捨てた場合は保険の保証対象となっていた。そこで、ゾング号の所有者らは死んだ奴隷の分の保険金を支払うよう求めた。だが、保険を引き受けたリバプールの証人らは支払いを拒否し、ゾング号側が提訴してこの事件は海上保険の支払いをめぐる法廷闘争となった。コリングウッド船長は、 ジャマイカ到着後に、すでに死亡しており、乗客のロバート・スタブスと一等航海士の、ジェームズ・ケルサルの二人が証人となった。第一審では奴隷を海に捨てる、行為自体は馬を海に捨てることと変わらないとして、問題視されず、投げにを行う必然性が争点となったが、ゾング号側が勝訴した。だが、王座裁判所に上告した後、大雨が降って、水を集めた後にも、 奴隷を海に捨てていたことが判明し、最終的に主席裁判官の初代マンスフィールド博、ウィリアム・マレーは保険金を支払う、法的責任はないと判決を下した。第一審の後、解放奴隷のオラウダイクヤーノが奴隷貿易廃止運動家のフランビル・シャープにこの事件を知らせ、この事件は彼の関心を引くことになった。 シャープは船員を奴隷を殺害した罪で裁こうとしたが、彼の取り組みは失敗に終わった。だが、法廷闘争によりこの事件に関心を持つ人々が増え、18世紀後半から19世紀初期のイギリスにおける奴隷廃止運動に影響を及ぼした。1787年の奴隷貿易廃止協会設立に続いて、1788年には、 奴隷貿易を規制する初の法律ドル弁法が議会で可決されて、船に乗せる奴隷の人数に上限が設けられ、1794年の改正では奴隷にかける保険の保証対象が制限された。ゾング号は、積載量110トンの角型船尾の船だった。この船の以前の所有者は、オランダのミデルブルフ貿易会社であり、この会社では、ゾルフ号という名前が付けられていた。 この船はオランダのミデルブルフを拠点に奴隷船として運用され、1777年の航海では南アメリカのスリナム沿岸まで奴隷を輸送した。1781年2月10日、このオランダ船は英国の16門、ガンブリック、アラート号に打破され、2隻は2月26日までにガーナのケープコースト上に到着した。当時この城は、 法律アフリカ会社が他の城塞や城と共に管理しており、またラックの地方本部として使用されていた。1781年3月上旬、ウィリアム号の船長がリバプールの商人らの代理として、ゾング号を購入した。ゾング号の所有者となった商人の集団には、エドワード・ウィルソン、ジョージ・ケース、ジェームズ・アスピナル、ウィリアム・グレグソン、ジェームズ・グレグソン、ジョン・グレグソンがいた。 ウィリアム・グレグソンは1747年から1780年にかけて50回の奴隷貿易の公開に出資していた。彼は1762年にリバプール市長に就任し、また亡くなるまでに彼が経済的利害関係を有していた船によって58,201人のアフリカ人が奴隷としてアメリカ大陸に輸送された。 ゾング号はすでに積み込まれていた244人の奴隷と共に買い取られ、代金は為替手形で支払われた。出航時点では、ゾング号には保険がかけられておらず、公開開始後に保険がかけられることになった。リバプールの別の商人らの集まりが、ゾング号と奴隷の保険を引き受け、奴隷の推定市場価格の約半分に当たる8000ポンドが保証金の上限額とされた。 ルーク・コリングウッド船長は指揮を取る立場になるのはゾング号が初めてであり、それ以前はウィリアム号で繊維として働いていた。コリングウッド船長は後方と指揮を経験したことがなかったが、繊維は一般的にアフリカで購入する奴隷を選ぶ時に必要とされており、彼らの医学知識は捕虜の商品価値を決定する根拠となっていた。から不合格とされた捕虜は、 商業的死、つまり無価値なものとされ、アフリカ人の奴隷管理者に殺害されることも多かった。このような奴隷の殺害は時折医師の立ち会いの下で行われることがあった。コリングウッドがすでに奴隷の大量殺害を目にしていた可能性は十分に考えられる。歴史家のジェレミー・クリクラーが言うように、これにより、コリングウッド船長は心理的に ゾング号で発生した虐殺を許容するだけの心構えができていたのかもしれない。ゾング号の一等航海士はジェームズ・ケルサルであり、彼もまたウィリアム号に勤務していた人物だった。ゾング号の唯一の乗客ロバート・スタブスは奴隷戦船長を務めた経験があった。1780年の初めにダックのアフリカ委員会はスタブスを ガーナのケープコースト上に近いイギリスの要塞アノマボの総督に任命した。スタブスはこの地位に着いたことで、ラックのケープコースト上評議会の副議長になった。だが、ケープコースト上の総督ジョン・ロバートとの対立と不適格とみなされたことにより、スタブスは9ヶ月後に、ラックの評議会によってアノマボ総督を解任された。ラックアフリカ委員会が集めた証言では、スタブスは、 要塞での奴隷貿易を正しく管理できておらず、敷地能力に問題のある酔っ払いだと非難されており、素行の悪さが解任につながった。彼はイギリスに帰国するため乗船した。コリングウッド船長は、スタブスの奴隷船での経験が役に立つだろうと考えていたのかもしれない。ゾング号がアフリカを出港した時点で、船員は17人いたが、 船の衛生状態を適切に保つには人数があまりにも少なすぎた。奴隷船には病気や奴隷の氾濫のリスクがあり、それを意わない船乗りを英国で集めるのは難しく、船がアフリカ沿岸で打歩されたオランダ船だと知られるとさらに困難になった。結局、ゾング号にはオランダの元船員の残り、ウィリアム号の船員。 アフリカ沿岸の村落から雇われた失業していた船乗りが乗船することになった。1781年8月18日、ゾング号は奴隷442人を乗せてアクラを出港したが、乗船人数は安全に航行できる人数の2倍を超えていた。1780年代、イギリス製の船は1トンあたり1.75人の奴隷を乗せるのが一般的だったが、 ゾング号の場合は1トンあたり約4人を積み込んでいた。この時代のイギリスの奴隷船は1隻あたり193人前後の奴隷を輸送しており、比較的サイズの小さいゾング号がこれだけの大人数を輸送していたのは極めて異例のことだった。中間航路での奴隷の死亡率が平均的な数値に収まったのが不思議なほどの相当厳しい環境であった。3と目で、 飲料水を積み込んだ後、9月6日に、ゾング号は出港して、大西洋を横断して、ジャマイカへ向かう航路を取った。カリブ海海域に到達するまでに、ゾング号では、奴隷60人以上と船員7人が死亡していた。奴隷の死亡率は、約13%と、中間航路としては、平均的な数字だったが、船員の死亡率が約4割と高いことから、 明星大学の小島秀樹は他に何か別の事件が起きていたかもしれないと推測している。11月の18日か19日に、ゾング号はカリブ海のトバゴ島付近を通過したものの、飛行に失敗して水を補給することができなかった。コリングウッド船長は重い病を患っていたが、この時船を代わりに管理していた人物がいたのか、いたとすればそれは誰なのかは判明していない。 通常であれば一等公開し、つまり、ゾング・号の場合は、ジェームズ・ケルサルが、船長の代理を務めるものだが、彼は11月14日の議論の後に、職務停止処分を受けていた。ロバート・スタブスは、数十年前に、奴隷船の船長を務めた経験があり、コリング・ウッド船長が働くことができない間一時的に、ゾング・号の指揮を取ったことがあったが、 彼の名前は、船員の名簿には記載されていなかった。歴史家のジェームズ・ウォルビンによれば、このような四季系統の崩壊がその後の航行ミスと、飲料水補給の確認不足につながったのかもしれない。カリブ海の地図、トバゴ島、イスパニオーラ島、ジャマイカ島が表示されている。11月27日か28日に船員が27回り、離れたジャマイカを発見したが、 イスパニョーラ島のフランス植民地サンドマだと誤認してしまった。ゾング号は西方に向かう航路を進み続け、ジャマイカから離れた。この誤解が発覚したのは、船がジャマイカから風下に300マイル離れた後のことだった。過密状態、栄養失調、事故、病気によりすでに数人の船員と約62人のアフリカ人が死亡していた。 後のジェームズ・ケルサルの主張によれば、このミスが発覚した時点で、ゾング号はジャマイカまで10の13日かかる地点にいたが、船には4日分しか水が残っていなかったという。奴隷454人を輸送した奴隷船ブルックス号。1788年のドルベン法以前。 ブルックス号は609人の奴隷と267トンの積み荷を輸送し、積載量1トンあたり奴隷2.3人になっていた。一方、ゾング号は442人の奴隷と110トンの積み荷を運んでおり、1トンあたり奴隷4.0人だった。11月29日、船員らが集まって、奴隷の一部を海に捨てる案について検討した。ジェームズ・ケルサルの主張によれば、 彼は当初計画に反対していたが、すぐに満場一致で可決されたという。この日、女性と子供54人が海に捨てられた。12月1日に42人の男性奴隷が船外へ捨てられ、その後数日間でさらに36人が捨てられた。また、奴隷船での非人道的行為に反発した奴隷10人が海へと飛び込んだ。 水中へと放り込まれる犠牲者たちの悲鳴を聞いて、海へ投げ込むくらいなら残りのアフリカ人の食事と水を一切断ってほしいと一人の奴隷が懇願したが、船員はその懇願を無視した。12月9日までに合計132人のアフリカ人奴隷が海に捨てられた。王座裁判所の報告書によれば、一人の奴隷がよじ登って何とか船に戻ったという。当時、投げには、 海上保険の保証対象であり、船長の権限で行われることになっていた。船員の主張によれば、船には残りの航海の間すべての奴隷を生かしておけるだけの十分な水がなかったために奴隷を投げにしたのだという。だが、後にこの主張に対して反論があった。12月22日にジャマイカに到達した時点で船には420映画論の水が残っていた。 後にケルサルが作成した先生教述書によれば42人の奴隷が殺害された12月1日に1日以上にわたり大雨が降りタルロッコ分11日分の水を集めることができたという1781年12月22日ゾング号はジャマイカのブラックリバーに到着したが奴隷は当初の半分以下の208人になっていた ゾング号が運んできた奴隷は一人当たり平均36ポンドで売却された。コリングウッド船長はジャマイカ到着の数日後に死亡し、ゾング号は新たな船長の指揮下でリバプールに戻った。ジャマイカの植民地開示裁判所は英国がオランダから、ゾング号を打破したことは合法だと確認し、組合はこの船をリチャード・オブ・ジャマイカ号に改名した。白尺として、 議会用のローブを着用している初代マンスフィールド博、ウィリアム・マレー陸上で奴隷が死亡した場合、海上で奴隷が自然死した場合は保険による保証の対象外になっていた。だが、船の残りの貨物を守るために数人の奴隷を投げにした場合は、保証の対象となっていた。ゾング号の保険では、奴隷一人の損失あたり30ポンドを保証することになっていた。 ゾング号の航海の結果がイギリスに伝わると、船の所有者らは失った奴隷の保証をするよう求めた。だが保険を受け負った商人らは、保証を拒み、ゾング号のオーナーらは、裁判に訴えた。ゾング号の航海日誌は、ジャマイカ到着後、つまり裁判の2年前の時点で紛失していた。後半の奴隷殺害に関する証拠書類のほとんどは、 現存しているが、第一審の公式記録は控訴審で参照された文しか残されていない。保険者は公開日誌を故意に破棄したのだと主張したが、グレグソンらは否定した。現存する資料のほとんどは信頼性に問題がある。証人であるロバート・スタブスとジェームズ・ケルサルの二人には自身への避難を免れるという強い動機があった。殺害された奴隷の数。 船に残っていた水の量、ゾング号が航路を間違えた時点でのジャマイカとの距離は不正確な可能性がある。グレグソンらは保険金の支払いを求め、ロンドンのギルドホールの裁判所に提訴した。1783年3月6日、主席裁判官のマンスフィールド博が担当となり、裁判が開かれた。マンスフィールド博は1772年に、 ジェームズ・サマーセットの裁判を担当した裁判官だった。この裁判はイギリスにおける奴隷制度の合法性に関するものであり、この時マンスフィールド博はイギリスの法律が奴隷制度を制定したことはなく、またコモンローも奴隷制度を支持していないと判決を下した。第一審ではロバート・スタブスが唯一の証人となった。売審は奴隷を貨物とみなす。 海上保険の規約に基づき、ゾング号所有者の勝訴とした。同年3月19日、解放奴隷のオラウダイクヤーノが、奴隷貿易廃止運動家のフランビル・シャープに、ゾング号の事件について伝え、新聞には、長文の記事が掲載されて船長が3回にわたり、奴隷の殺害を命じたと報道された。シャープは、翌日、船員を殺人罪で、 告訴できるかどうか法的助言を求めた。グランウィル・シャープの肖像画作保険者の証人らは、マンスフィールド博に、以前の判決を破棄して審議し直すよう求めた。ウェストミンスターホールにあった、王座裁判所で1783年5月21から22日から審問が行われ、マンスフィールド博と、他2名の王座裁判所の裁判官、ブラーハンジとウィリーズハンジの三人が担当した。 また、ギルドホールでの裁判と同様、ゾング号のオーナーを代表して、主席事務弁護士のジョンリーが出廷した。グランビル・シャープも裁判の記録を書かせるために雇用した秘書一人を連れて参加した。第一審の評決を総括して、マンスフィールド博は次のように述べた。この奴隷の事例は馬を船外へ捨てるのと同様の事例だと確信している。疑問点は、 残りの奴隷を生かすために彼らを捨てる必然性がなかったのではないかということであり、陪審の意見では、マンスフィールド博、コリングウッド船長は1781年に死亡しており、乗客のロバート・スタブスが唯一の証人としてウェストミンスターホールに出廷し、また一等公開し、ジェームズ・ケルサルの先生教術書が裁判で使用できる資料となった。スタブスは奴隷を捨てる。 必然性について、船員は、奴隷の一部を処分しなければ、すべての奴隷が死んでしまうと危惧していたと証言し、必然性はあったのだと主張した。一方、保険者側は、コリングウッド船長がジャマイカを通過する航路で、大失敗と誤解をし、船の所有者が保証金を請求できるようにするため奴隷を殺害したと主張した。また、コリングウッド船長は、 奴隷船の船長としての最初の航海を不採算に終わらせたくなかったのでそのような行為をしたのだと主張した。これに対しジョンリーは積み荷の家畜を弱ったものから投げにすることで健康な家畜を守るように弱った奴隷を投げにしたのだと反論した。保険者のホームチームはリーの主張は奴隷の扱いにおける人道上の問題の一つ無実の人々を殺害したことを正当化できるものでは ないと反論し、またゾング号の船員の行動は、殺人以外の何者でもないとも述べた。なお、歴史家のジェームズ・ウォルビンは、グランビル・シャープが、ホームチームの戦略に直接影響した可能性があると主張している。審問では、新たな証拠となる証言が得られた。2回目の投げにを行った日には、大雨が降ったがその後も奴隷が海に落とされていたと、いうのだ。 降雨により水不足が緩和された後に奴隷を捨てたことについては船と他の奴隷を守るためという理由では正当化できないのでマンスフィールド博は再審議を要請した。第一審の証言では水不足は船長の誤りが原因というよりはむしろ船の悪条件、海の状態が予想外だったことが原因だとされていたので本件を担当した。 裁判官の一人はこの証拠により、第一審での売審の判断は無効になったと述べた。マンスフィールド博は、ゾング号の船員の過失によって引き起こされた損失で、あるとして、保険者には過失による損失に対して保証する、責任はないと結論を出した。この事件について、他の審理が開かれたという証拠は存在しない。シャープの努力にもかかわらず、 ゾング号の船員が奴隷を殺害した罪で起訴されることはなかった。だが、ゾング号事件は、最終的には国内及び国際的な注目を集めることになった。ジェレミー・クリクラーは、マンスフィールド博の意図について著作中で述べている。クリクラーによれば、マンスフィールド博は商法可能な限り、大英帝国の海外貿易に対して有益なものにしておきたかったのであり。 結果として殺人に関してさえも共同海損の原則を維持することを望んでいたのだという。マンスフィールド博にとって保険業者を支持することはこの考えを大きく損なうものだった。事件の期間に雨が降っていたという新事実によってマンスフィールド博は共同海損の概念を損なうことなく再審議を支持することができた。だが、 もし水不足が船長の過ちによって発生したものでなければ、彼は奴隷の殺害を法的に正当なものだと強調して、ゾング号のオーナーの保険請求を認めただろうと、クリクラーは述べている。クリクラーはまた、マンスフィールド博の結論は、彼の前任者、マシュー・ヘールが自衛のために、罪のない人間を殺害することは違法だとした、判例を無視しているとも述べている。 マシュヘイルの判例の重要性は、一世紀後のミニョネット法事件、公開中の殺人行為の正当性に関する裁判で証明されており、加えて、マンスフィールド博は違法行為から発生した、保証請求は違法だという重要な法的原則も認めなかったとクリクラーは主張している。ジョン・キンバー船長が女性の奴隷を拷問している様子を描いた風刺画、 1792年作成。ゾング号の船員とは異なり、キンバー船長は女性の奴隷2名を殺害したことで裁判にかけられた。ゾング号事件の報道は限られたものだったが、10年後のキンバー船長の後半は、このような絵と共に大々的に報道された。グランビル・シャープはこの事件への関心を高めるため、キャンペーンを行い、新聞社、 海軍本部のアドミラルティボードの委員、当時のイギリス首相第三代ポートランド公爵に手紙を認めた。だが、海軍本部委員からもポートランド公爵からも返信はなかった。ロンドンのある新聞社が唯一1783年3月のゾング号第一審について報じたが、事件の詳細を報道するに止まった。百八十三年三月の新聞記事が、 ゾング号事件について公表した最初のものだったが、この記事が出た時点で、すでに事件から18ヶ月近くが経過していた。1787年以前にゾング号事件について印刷されたものはこれ以外に、ほとんど存在しなかったとされている。このように失敗もあったが、シャープの努力はいくつかの成果を得た。クエイカーのウィリアム・ディルウィンは、証拠が奴隷貿易にとって、 重大なものか確認するよう頼んでおり、シャープは1783年4月にディルビーンへと事件の記事を送った。キリストとも会ロンドン年次集会は直ちに奴隷、反対運動を開始すると決断し、同年6月17日に273名のクエーカーが署名した奴隷貿易廃止の請願書が議会に提出された。シャープはイングランド国教会の司教と牧師、 すでに奴隷制度廃止運動に共感している人々にも手紙を送った。ゾング号が世論に及ぼした短期的な影響は小さく、奴隷廃止運動の研究者、シーモア・ドレシャー・イワック初期の奴隷廃止運動家が直面した課題を示していた。だが、シャープの取り組みの後、ゾング号事件は、奴隷制度廃止運動家の文献では重要な題材となり、トマス・クラークソン、オトバク・ゴアの ジェームズ・ラムゼージョン・ニュートンの著作で議論されている。これらの著書ではしばしば船と船長の名前は省かれており、スリビットやスワミナさんの言葉を借りればミドルパッセージのあらゆる船を描写することができる虐待の肖像を作り出すことになった。この事件は奴隷貿易の恐ろしさを伝える強力な実例としてイギリスにおける奴隷廃止運動の発達を促し、 1780年代後半の英国で奴隷廃止運動はその規模においても、また影響力の面でも劇的な拡大を見せることになり、1787年には奴隷貿易廃止協会が設立された。1788年、奴隷貿易に反対する多数の請願が議会に届き、議会は調査を行った。奴隷船を視察したウィリアム・ドルベン順断尺の 強力な指示により、奴隷貿易を規制する、初の法律ドル弁法が承認された。過密と劣悪な衛生状態の問題を軽減するため、この法律は輸送する奴隷の数に制限をかけた。奴隷船に積載する奴隷の人数は、船舶3トンあたり5人、つまり1トンあたり約1.6人と定められた。1794年の改正では奴隷にかける。 保険の保障範囲が制限され、その他あらゆる危険、損失、災難のような一般的な条項は違法となった。なお、このような包括条項は、ゾング号の保険証券にも記載されていた。この改正により、自然死や投げ荷などは保障の対象外とされた。この法律は、毎年の改正が必要であり、ドルベンはこれらの取り組みを主導し、 しばしば議会で奴隷制度に反対する演説を行った。1799年にはこれらの条文を高級的なものにする議員立法が可決された。奴隷廃止運動家、特にウィリアム・ウィルバー・フォースは奴隷貿易を廃止させるため努力し続けていた。1807年の奴隷貿易廃止法では大西洋の奴隷貿易が禁止され、海軍はアフリカを封鎖した。 アメリカ合衆国も1808年に大西洋奴隷貿易を禁止し、主に1842年以降、海上での違法な奴隷船の打破に協力した。1823年、大英帝国全体での奴隷廃止を目標に掲げた反奴隷制協会が設立され、1833年の奴隷廃止法によりこの目標は達成された。 19世紀の奴隷廃止運動家の著作では、ゾング号事件がしばしば例示されている。例えば、1839年に出版されたトマス・クラークソンのヒストリー・オブ・ザ・ライズ・プログレス・アアコンプリシメント・オブ・ザ・アポリション・オブ・ザ・アフリカン・スレイブ・トレードには、奴隷殺害についての記述がある。クラークソンの著作は、画家のターナーに多大な影響を及ぼし、 ターナーは1840年に王立芸術院の展示会で奴隷船という題名の絵画を展示した。この絵画には拘束され船から海へと投げ捨てられた奴隷がサメに食い殺される様子が描かれている。奴隷の枷などこの絵画の細部はクラークソンの著書の差し絵の影響を受けているように思われる。この絵が展示された展示会が開催されたのは ロンドンで初の世界奴隷制反対会議が開催される1ヶ月前のことであり、世界規模の奴隷廃止運動において重要な時期であった。この絵画の所有者となったジョン・ラスキンも奴隷戦を称賛していた。20世紀の評論家マーカス・ウッドは、この絵画を大西洋奴隷貿易を描いた西洋の美術作品の中でも数少ない間に優れた描写の一つだと評価した。 2007年に開催された奴隷貿易廃止200周年式典に登場したゾング号を模した帆船カスケロット背景にタワーブリッジが映っているゾング号事件はいくつかの文学作品の題材となったフレッド・ディ・オグ・ウィーハーの1997年の小説フィーディング・ザ・ゴー・スズではゾング号から船外へ捨てられて生き残った アフリカ人奴隷ントの物語が描かれている。文化史学者のアニータ・ループレクトによれば、この作品は事件に対するアフリカ人の無言の声を表現しているという。エム・ナービス、フィリップの2008年の詩集、ゾンはこの事件を取り巻く出来事に基づいており、大座裁判所での審問を主な題材としている。2007年には、ニトロシアター・カンパニーの企画により、 マーガレット・バズビーの劇、アン・アフリカン・カーゴがグリニッチ劇場で上演された。この劇は、ゾング・号事件と1783年の裁判を題材としていた。テレビドラマ、ゲロ・エスローでは、2010年にゾング・号事件の法廷闘争をもとにしたエピソードが放送された。ただし、ドラマの主人公、ウィリアム・ガローは、史実ではこの事件に関与していなかった。2007年、 ジャマイカのブラックリバーでゾング号の着岸地点の近くに追悼碑が設置された。2007年3月29日にロンドンで奴隷貿易廃止法200周年を記念する式典が開催され、ゾング号を模した小船がタワーブリッジまで航行した。この演出には30万ポンドが費やされており、ゾング号事件と奴隷貿易を表現していた。 海軍のフリゲート艦農産バランド号がこの小船を護衛していたが、これは1807年以降の奴隷貿易鎮圧におけるイギリス海軍の働きを記念してのものであり、フリゲート艦の船内では展示会が開催されていた。ありがとうございます。